日本テレビは30日31日から9月1日に放送する24時間テレビ47の公式サイトを更新放送内容について報告した画像あり安子グッズを愛用するマネジャーに大反響愛を感じる予定していた全国の児童養護施設に募金マラソンについては市民ランナーに参加していただく予定だったマラソンイベントは中止とさせていただきます 安子さんのマラソンに関しては、安全に配慮しながら実施する方法を検討中ですとした。同局は29日に、台風10号に関する情報、として、24時間テレビの番組、イベントチャリティ活動に関する情報は、8月30日、金曜日午後3時にこのホームページへ掲載いたしますと報告。台風の進路などを直前まで見極め、詳細を決定する方針を示していた。 勢力の大きな台風10号の影響で恒例のマラソンの実施が注目されていた。安子は7月に行われた発表会見の中で、高校生の頃に児童養護施設で暮らしていたことを告白。自分の住んでいた施設に恩返しができたらいいなって思いから始まった、と言い、施設にいた当時、自分たちのことを気にかけてくれる人の存在に救われたと告白。 1一人でも多くの人が施設の子どもたちのことを気にかけてくれるように一生懸命走りますと誓ったマラソンにかける思いを語っていた。や子の思いを受け新たにマラソン児童養護施設募金が設立され、ここへの寄付金はすべて全国約600か所以上の施設に使用されることが決まっていた。